ど東京8区から衆議院選挙を実行しています弁護士の鈴木達夫です。先ほど来からの話にあるように、本当に安倍自民党おごり高ぶってるというか、腐ってるというか、どうしようもないですね。あの麻生発言、私が繰り返すまでもないでしょう。少子高齢化で社会保障の問題で子供を産まない方が悪いとか、あるいは円安倒産、円安倒産は経営者の能力がないからだとか、でこの円安倒産についてはまだ彼は釈明もしてないんですね。俺は石炭など経営を多くやってきたからよくわかるんだなって嘘吹いてる。何なんですかこれは。本当に自民党の安倍政治、一日も長引かす、長生きさせたらダメです。 めちゃめちゃにこの日本が、そして我々の社会がめちゃめちゃにされつつあります。石原伸晃の最後は金目発言、現職の環境大臣ですよ、後でお話あると思いますが、福島の現実がどんなに今むごいひどい状況になっているか皆さんご存知でしょう。汚染水などは全く解決していない。特に子どもさんの甲状腺がんが疑いも含めて104人、そのような福島の現実を現職の大臣として重々知りながら最後の蒲は金目だなんて言ってしまう、こういう石原議員、これが杉並の代表でいいんですか。こんなものは返り咲いていいんですか。とんでもない話でしょう。みんなの恥ですよ。そしてこの総選挙にかけた安倍内閣の、あるいは自民党の悪巧みがどうやらはっきりしてきました。先ほどの話にもあったように、今自民党のどんな政策も人々からは過半数の支持を得ていません。原発もそうです、アベノミクスなるものもそうです。全部今自民党の政策は人々の過半数を得てないにもかかわらず、なぜ300議席だなんていうマスコミの報道が流れているんですか。単純明快です。一つは安倍内閣が自分たちが成立した時のことを今悪巧みでもう一回再現しようとしてるんです。2年前安倍内閣が成立した時、あの民主党政権がみんなの期待を全て裏切って吹っ飛ばされた。戦後史上最低の投票率だったんですね。安倍内閣は最低の投票率、そして安倍内閣が成立したわけです。同じことを狙ってるわけです。この年末の忙しい時になぜ選挙をするのか、みんな分からなかった。当たり前の話です。ところがその悪巧みの意図がはっきりしてきた。どんなに政策が支持されなかろうと、低い投票率、そしてもう一つは小選挙区制というからくり、 49% が指標になってしまいます。この総選挙区のからくりと低い投票率をもってすれば、自民党はまたまたまたぞろ過半数の以上の票が取れる、こういう目算、悪巧みをしたのがあの安倍自民党内閣なんですね。だからこの選挙、アベノミクスの是非を問うなどとぐちゃぐちゃ安倍首相が言ってましたけども、結局それも嘘だった、方便なんですよ。当たり前でしょ。アベノミクスなんて誰が支持してるんですか。一握りの株で儲けている人たち1割もいません。ほとんどが今日本の株は外国人投資家が多く握ってるんです。それで株が上がったと言って懐が高くなった、気になっている人たちがわずかに、それはデパート行っては高級腕時計、毛皮、高級ブランド、さらに輸入自動車をガンガン買ってる。それが日本の経済を上向きにさせる、そしてやがて労働者の賃金も上がる、こんなデタラメ話は
どの経済学者もそんなことはありえないって言ってんです。安倍のブレーンだった巧妙な経済学者も離れてしまいました。アベノミクスなるもの、皆さんご存知のように風が吹けば桶屋が儲かる、こういう話がありますね。江戸時代から伝わった、ご存知だと思う。風が吹けば桶屋が儲かるというのは私はまだ一部の理由はあるだろうと思う。しかしアベノミクスなるものはその一部もない、全く根拠のないデタラメなんです。だからその証拠に自民党の選挙候補、皆さんご覧になってますか？読んでないでしょうね。でも嫌なんてね、読んでないと思うよ。しかし私は立場上詳しく読んだ。自民党の選挙候補、アベノミクスのあの字も出てこないんです。アベノミクスと言った途端にみんなからソース感食らう。現実に誰も相手にしてない。知ってるからです。で、今何を言ってるか。自民党の選挙候補、この道しかないって言い出したんだよね。景気回復、この道しかない。変な日本語なんですよ。景気回復はこの道しかないってことじゃないんですね。よく読んでみると、景気回復は戦争しかないとか、景気回復は治安の強化しかないとか、景気回復は輝ける女性の時代を作る以外にないとかね。そういうとんでもないことをこの道しかないって言い出した。今ここ2、3日、自民党の領袖たち、安倍首相も含めて、この道しかないということばっかり言ってる。よーく耳を澄まして聞いてみよう。何がこの道しかないのか。失業と、そして首切り、貧困、戦争、この道しかないということを、その確信人を取り付けようとしているのが、実に横島な、許し難い悪だくみ、この選挙にかけた自民党、安倍、そして石原、これの企みなんです。ここを見抜きましょう。したがって私はアベノミクス選挙だどうのこうのということではなくて、もっともっと私たち自身の、私自身の声を、私たち自身の生活の中から出てくる切実な声を国政に響かせる、国政に轟かせる、それが最も大事だと私は思ってるんです。でその一つが消費税問題です。消費税は実施されてから二十何年経ってしまいました。なんとなく当たり前の話になってる。しかしなんとなくじゃないですよね。 3%、5%、8%、 そして 10% になろうとしてるのをお試どかしに、いかにも前世いいことをやってるように安倍が1年半伸ばした。これでありがたがるだろうと思うやつらの浅はかさだ。そもそも消費税なるものは税の取り方としては最もやってはいけない、いわゆる間接税というやつなんですね。例えば1億円近くの報酬をもらっている経営者が日本にも、大企業の経営者たちがいっぱいいる。しかし一方では年収200万、月収に換算してみてください。14、15万ですよ。それからいろいろ引かれたら12、3万、11、2万でしょ。そのような200万、月収200万以下の労働者が、特に若者が1000万人になってるんです。1000万人、この1000万人、200万以下のと一握りの1億報酬をもらう大企業の経営者たちと同じ率で、生活の隅々まで電車に乗ろうが物を買おうが全て同じ率で取り立てるのは間接税とある消費税なんですよ。こんなものになるとはならない。消費税を全廃すべきなんだ。そこで私はよくまた今度の選挙で目を凝らしてみた。インチキがまかり通ってる。まず民主党、自分たちが消費税を上げた張本人じゃないですか。野田内閣の時に 10%、 公明党と自民党、皆さんこの中で公明党支持者の方もおられるかもしれない。この選挙が出てないから自由投票なのかもしれない。しかし公明党、いい加減にしてくださいよ。あの集団的自衛権問題、後でも触れますが、あれでも安倍内閣に垂らし込まれ、今度は軽減税率なるもので、またまた騙されてる。この間山口代表と
安倍首相が密談やった。終わった後、山口代表はニコニコしながら、軽減税率の約束ができた。嘘です。約束できたというのは協力しますという約束しただけなんだよ。そして何パーセントでどこにかけるかって誰も言ってない。全く軽減税率なんてやる気がないんだ。何回この間出てきたんですか、その話が。出てきちゃ公明党支持者がそれにつられていくことを狙って、そして言ってずっと軽減税率軽減税率と言ってきた。したがって公明党、自民党、そして言い出しっぺの最も中心だった民主党、これは 10% やむを得ないと言ってると、あるいは 10% に一刻もなく行くべきだと言ってる。さらにその中で共産党です。許し難いのは共産党は 8% はやむを得ないと言ってるんだよ。中止って言ってるのはそうじゃなくて全廃すべきなんだ。消費税なんていうのはこんな子は、それの今逆に言うとチャンスです。この選挙は一つは大きな争点に消費税を全廃するかどうか、これを杉並の東京8区からその声を上げていって国政の大問題にしてしまう。それがやっぱり私は私の役割だと思ってます。次に安倍の今回の選挙にかけて隠していること、アベノミクスはどうのこうの言ってて隠しちゃってることが戦争の問題です。原発の問題です。原発は今福島がコントロールされてるとか、あるいは健康被害が起こらないとかということを信じてる人はもう誰も世の中いないでしょう。安倍自身が信じてないんだよ。コントロールされてるなんて自分も信じてない真っ赤っかの嘘を国際会議で言ってオリンピックを呼んできた。そういうことをやる政治家がのさばっていいのか。嘘とデタラメと、それは政治だったらばとんでもないことになる。そういう政治は直ちに断ち切らなければならない。一つ、福島で何が起こっているか。子供たちの子供さんのがんの話は言った300倍だ。自分の子供さんが小児がん、甲状腺がんだと言われた親御さんたちの気持ち、皆さん分かるでしょ。一生の問題なんだ。17歳の女子高生が自分は結婚できるだろうか、子供を持っていいのだろうかというふうに悩んでる。こういう残酷な悩みを福島の子供たちに強制しているのがあの原発事故であり安倍内閣、全くこれを関係ないと言ってる。環境庁も安倍内閣もさらに許し難いのは御用学者どもだ。原子力規制委員会の委員長田中悟、原子力村のトップにいた東大名誉教授だ。彼は電力業界からものすごい1000万を超える金を懐に入れたってことが暴露されたけれども、点として恥じずにこの福島の子どもたちの問題も、また仙台原発の再開、火山の問題でも、火山の危険性の問題についても全くふざけたことを言って関係ないというか、あるいは火山の問題何とか言ったと思いますか。今仙台原発大変なことですよね。日本が新たな専門の地震学者、地質学者によると、日本が新たな火山と地震の発生期に入っている。私たち素人目に見てもそれは分かる。もったくさん、そして阿蘇、さらに霧島、この阿蘇だ霧島だ桜島というのが活性化しているということはただことじゃないですよ。あの一帯は以前大変な文化を誇った人たちが住んでいた。それがあの一帯の火山で、火山の大爆発で全滅しちゃった。地質学、考古学で今その当時の文化のいろんな遺物が出てくる。だからみんな仙台原発は危険だと言ってる。とうとう火山学会の学者たちが、火山学会が学会の声明として、あの地域に原発を作るのは危険すぎると、自分たちは火山学会の火山学の今の水準から言って噴火の予知などできないんだということを声明したんですね。つい一月ぐらい前です。その時にさっき言った原子力村の東大頂点に立つ東大の名誉教授田中悟、
何と言ったか、今頃何を言い出すんだ、今頃も何もないでしょう、本当のことは言わなくちゃダメでしょう、危険なんだから。そして今頃何を言い出すと言ったら、さらに言葉を継いで、そういう暇があったらば、火山学者たちは夜も寝ずに火山を観察すればいいんだと、こういうことも、こういう避けたことをね、言い放すんですよ。で、そこで、その上で原発を再稼働しようとしている。さらに集団的自衛権、集団的自衛権、7月1日の閣議決定があった。あれは17人の閣議の密室で憲法9条、日本の人民が戦後一貫して支配階級にこれを破ることを強制、破らないことを強制してきた憲法9条をたった17人の閣僚の決議で破棄してしまった。そして自衛の措置という名前で、自衛の措置という名前です。だからここは共産党もおかしいんだけど、自衛戦争だったらやむを得ないと言ってるんだけど、全ての戦争は自衛と称して行われたの。あの東条たちがやった戦争も自衛戦争、日本民族の自衛のためと言って行われたの。したがって自衛と称する戦争も含めて我々は絶対反対です。ただそれを安倍内閣は自衛の措置という名前で東部中東のホルムズ海峡から地球の裏側まで戦争のために自衛隊を送り込もうとしている。これをまた今度の選挙で隠しちゃってる、この問題は。で、あれ賃金、賃金とかなんかでも嘘なんだよね。で、さらに皆さん、みんなが隠しちゃってることは、来年の通常国会には、盗聴法の野放図な拡大法案が出ようとしているということです。盗聴法盗み聞きですね。今、それが成立したとき、1999年かな、大反対があった。大反対があって、ほんのわずかしか今盗み聞きはしてはならない、宣言される。その宣言を全部取っ払って、まずどういう犯罪に疑いがあればいいかというと、窃盗だの詐欺だの何だかの、およそ考えつかんざい全部、しかもその疑いです。あの人は窃盗するかもしれない、詐欺をするかもしれない。こんなこと言われたら真っ白な人、世の中誰がいますか。そういう疑いを持って、今まで NTT とかの通信事業者のもとでやっていた盗聴が、警察署でできるようになるんです。警察署で。しかも立ち会い人がなくてできるんです。今立ち会い人が必要なんです。そういう盗聴法案までも、来年の通常国会に出そうとしている。そしてこの 7.1 度閣議決定、集団的自衛権関連法案と称して自衛隊法の改正からなんと捕虜取扱い法案なんてものが出ようとしている。捕虜取扱いおかしいでしょ。日本の現行の憲法では捕虜という概念は存在してから、そんなこと存在しなかったんですよ。捕虜取扱い法案まで10本10何本と言われて、しかも皆さんこれを一括して採決しようとしています。今度の選挙で安倍たちが何を狙っているか明らかでしょう。私たちはこういう悪巧みに引っかかるほど愚かではない。奴らは我々を見くびっている。我々は本当に安倍、石原、特に手近にある杉並から石原議員を叩き落として、私鈴木達夫に対する支持の旋風を起こしてください。そしてこの旋風が全国を打ち、安倍のおごりとかかった、あの麻生の人を人とも思わない、全部を吹っ飛ばそうじゃありませんか。皆さんよろしくご支援お願いします。